今日県内では新たに2645人の感染の発表がありました。新潟市で1155人、新潟市以外の市町村で1490人です。今週1週間を見ていきますと、月曜日と火曜日は1000人台、水曜日が2000人台、昨日は3000人台、そして今日が2000人台後半という数値になっています。なお今日新潟市は2人の死亡を発表しました。お一人は65歳以上の高齢の方、もう一人は高齢の方ではないということです。これで県内では合わせて10万2985人の方の感染を確認し、亡くなった方は今日2人増えまして93人となっています。では今日この時間までに分かっていることを見ていきます。まず新潟市ですが、1155人中感染経路が分かっていない方860人です。区ごとに見ていきますと、中央区が313人、西区が210人、東区206人、北区が89人、南区が42人、秋葉区が109人、江南区で100人、西館区が47人、滞在中の方が6人、調査中の方が33人です。軽症または無症状の方が皆さんとなっています。年代別に見ていきますと、今日は10歳未満から50代までが100人台の数となりました。最も多かったのは40代で185人です。このほか60代が69人、70代53人、80代49人、90代以上の方も23人いらっしゃいました。では続いて県の発表を見ていきます。はい、新潟市以外の市町村では滞在中の方も含めまして1490人の発表がありました。そしてこのうち感染経路が分かっていない方1375人と、だいぶ感染経路が分かっていない方が多くなっているんですね。ほとんどですよね。方の方が多いということですよね。はい、そうなんです。では保健所ごとに見ていきます。まず村上保健所管内、村上市では38人、関川村で12人、粟島浦村はいらっしゃいませんでした。柴田市80人、阿賀野市で42人、胎内市22人、聖籠町で19人、五泉市47人、阿賀町4人、三条市129人、加茂市17人、燕市155人、田上町9人、弥彦村が2人です。では画面変わりまして、長岡市が314人、小千谷市10人、見附市が50人、出雲崎町が2人、魚沼市68人、南魚沼市が38人、湯沢町が11人、十日町市が18人、津南町が1人、柏崎市が51人、刈羽村が2人、上越市が256人、妙高市37人、糸魚川市が26人、佐渡市も26人でした。なお中等症の方が5人いらっしゃったということです。変わって県内のこちら年代別ですね、失礼いたしました。はい、今日は10歳未満10代、30代、40代で200人台の発表がありました。また20代、50代、60代では100人台の発表、70代で86人、80代44人、90代以上の方も21人いらっしゃいました。では改めて病床状況を見ていきます。県内昨日時点で入院されている方は280人、病床の使用率は 42.2%、 東京と大阪は 50% を超えています。重症の方は6人、中等症の方は40人、重症者病床の使用率は 5.4% です。宿泊療養されている方88人、自宅で療養されている方は14,735人、そして昨日までの1週間の感染経路不明の割合は 55.5% でした。ではここで今日は各都道府県が出している警戒レベルというものを見ていきます。まず大阪府です。大阪府は医療非常事態宣言を出しました。具体的には高齢者の不要不急の外出を控えるというものです。なお通院や買い物、健康を維持するための運動などは除いています。沖縄県も医療非常事態宣言を出しています。沖縄県は感染対策を心がけ、不要不急の外出はできるだけ控えることを呼びかけています。そしてお隣富山県、こちらは富山アラートというものを出しているんですね。具体的には時差出勤、
混まない時間帯で買い物などを呼びかけています。では新潟県はどうかと言いますと、新潟県は現在警戒の指標は出されていません。以前出されていました独自の新型コロナ注意報や警報などは今の状況に合わないので出さないがとしています。ただ県の担当の方にお伺いしていきますと、行動制限については検討をしていかなければならない必要な時期に入ったと認識されています。で、具体的に決まってはいませんが、イベントや年齢によるものなどを呼びかけるかもしれないということなんですね。さらに県内医療について、第6波の時の病床使用率は 50% を少し超えたぐらいが最高でした。現在は 40% 台と医療逼迫に近く安心できる状況ではないと述べています。そして政府によって今日正式に決定される見通しであるのがこちらです。 BA.5 の対策強化宣言です。病床使用率が 50% を超えるなど医療への負荷が認められる都道府県が BA.5 対策強化宣言を出しまして、政府が BA.5 対策強化地域に位置づけるというものなんですね。具体的に政府案を見ていきますと、こちらです。まず住民に対して協力を求めます。まだ3回目のワクチン接種していない方は早期のワクチン接種、そして帰省前の検査、高齢の方などの移動の自粛、そして無症状の方は無料検査事業の活用などです。さらに事業者への要請もあります。それがテレワークの推進、大人数での会食、大規模参加型イベントは事業者の方が参加される方に事前の検査を促してほしいということです。さらに効果的な感染対策の実施、これは国が職員を派遣するということでした。では最後に全国の状況を見ていきます。全国の昨日の新規感染者数は過去最多23万3100人でした。亡くなった方は114人、全国の重症の方は376人で3日連続300人を超えています。そして地図でこの赤で示してあるところが過去最多となったところです。18ありました。東京都は昨日初の4万人を超えました。発熱相談や検査体制の強化を発表しています。そして静岡県では新型コロナが判明した3歳の女の子が亡くなったという発表もありました。